皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝田でございます。今回はというか、今回もというか、なんか最近こういうしゃべり動画が多くてすげえ申し訳ないんですけれども、今回がこのしゃべり動画の一連の最後です。最後の動画ですので、ちょっとあと1本だけご勘弁いただければと。ギターレッスン動画じゃなくてすみません。それは何かと言いますと、テーマは何かと言いますと、音楽でご飯を食べていこうと志している方に対するメッセージという動画でございます。俺、音楽で食っていくぜという方に対して、音楽でご飯を食べていこうとチャレンジしようとしている方に対して、僕から言えるメッセージの動画でございます。というのも、先日ご存知かと思うんですけども、3本の動画をアップロードしました。ギターの先生になるためにはどうしたらいいかという動画でございまして、その心構えだったりとか、その考え方とか、その展開の仕方とか、準備の仕方とか、その話をさせていただきました。いつもに比べると結構ぶっちゃけた内容が多かったですし、尺としても、ね、すごい長い動画だったので、いつものコメントよりもなんかこう、ね、すごい熱いコメントが多かったように思います。なんかこう仕事に活かせそうな、役に立つような内容でしたとか、なんかギター関係なく、もうすごい参考になりましたみたいな、なんかそういったコメントが、いつもよりかなんか熱いコメントが多くて、僕としてはまあ嬉しいなと、よかったなと思うところでございます。が、こんなコメントもありました。ちょっとさらすつもりではないんですけれども、ちょっくら紹介させていただきます。こんなコメントもありました。いつも楽しく動画を拝見させていただいています。動画を3本見て無責任な動画だなと勝手に思ってしまいました。というのも、この動画を見て、この先生になるためにっていう動画を見て、実際にギター講師になった人が果たしてそれで生活していけるのかどうかで言えば、間違いなくノーだと思います。というコメントでございます。これはどういうことかと言いますと、僕がああいうギターの先生になるためにはどうしたらいいかという動画をアップロードしたことによって、それに影響された人が出てきてしまって、でその人が行動を起こしてギター教室をスタートして、うまくいっていればいいけれども、うまくいけばいいけれども、間違いなく失敗すると。でその時に誰が責任を取るんだというコメントだと思うんですけど、そういう解釈で大丈夫ですよね。僕が先生になるためにはどうしたらいいかなんて、ああいう動画を上げてしまって、それに触発されて、影響されて、あっ、ギターの先生というのもあるんだ、面白そう、やってみようかなという感じで行動して、準備をして、何かしらその授業を立ち上げたりとかして、ギター教室をスタートしましたと。でそこでうまくいけばいいけども、間違いなく失敗すると。でその時に誰が責任を取るんだと。僕がああいう感じでいろいろと情報提供したからには、その影響された方々に対して成功するまでそのサポートするのが筋じゃねえかと、途中でその、ね、投げ出すのはその、ね、無責任すぎるんじゃねえかというコメントだと解釈したんですけども、多分そういうことで合ってますよね。このコメントに関してはちょっと僕もいろいろと思うことはあるんですけれども、確かに一理あるなと思いました。でこのコメントをいただいて、一つ思い出したことがあるんです。めちゃめちゃ大事なことを言うのを忘れてました。いつもこの手の話をするときに、まず最初に伝えるめちゃめちゃ大事なことがあるんですけれども、今回動画の内容の方に頭がいてしまってですね、このことについて喋るのをすごい忘れてました。今までそのメルマガとかでも口酸っぱく言ったことありますし、もうツイッターとかブログとかでも毎回毎回書いているようなことなんですけれども、この3本の動画に関しても、ギターの先生になるためにもっていう動画の中でも一番最初に言うべきことだったんですよ。で言いたかったことですし、いつも言っていることだったんですけれども、内容の方にあったのが取られてしまって、言うのを忘れてしまった。この前置きがないせいで、この3本の動画の趣旨が変わっちゃいましたし、その内容が変わってしまったと思うんですよ。なので、それに関してはすごい申し訳なく思います。ちょっとお騒がせしてしまいましたし、勘違いをさせてしまいました。その前置きっていうのはですね、いつも口を酸っぱくして言ってるんですけども、もうメルマガにも何回も書いたことがあります。音楽でご飯を食べていこうと志している方に向けて、僕は何をまず言いたいかっていうと、やめとけっていう話なんですよ。もう悪いこと言わないからやめといた方がいいっていう話なんです。決してお前にはできねえとか、なんか無理だとか諦めろとか言ってるわけじゃないんですよ。やめた方がいいし、やめてほしいなと思うんです。それはなぜか。今回の動画、今まで600本、700本ぐらい動画をアップロードしてきた中で、一番暗い話が出てきます。なので、その、ね、動画を見ているとね、ちょっと気分を害してしまうかもしれません。あまりにもその暗い話が多いですし、夢を壊すことにもなるかもわからないです。なんかこう現実の話をするので、その話は聞きたくなかったかもなって思ってしまうかもしれません。なので、そういう暗い話は聞きたくないぜという方は、ちょっからここで、再生を止めた方がいいかなと思います。また明るい話をしているときにお会いいたしましょう。さよなら。という感じです。ちょっくら暗い話が多くなります。
諦めろとか無理とかそういうわけじゃなくて、やめろっていうのもちょっと違うんですよね。なんかやめてほしい、やめた方がいいよってことを言いたいんです。それが、3本の動画の大前提として言いたかったことでございます。3本の動画っていうのは結局そのギターの先生になろうぜ、ヤッホーとかそういうわけじゃないんですよ。もう本当半分ぐらいはもう大変だからやめた方がいいっていう意味だったんです。なんでそのね、意味合いとしてその大前提があればね、もっと違ったと思うんですけども、ちょっとその大前提を忘れてしまったな。僕が今やってることっていうのは、なんかすげえ細いロープで綱渡りしてるようなイメージなんですよ。皆さんからしてみれば、その滝沢勝成という僕自身はすごいこの華々しく輝いて見えるかもわからないです。なんかこう YouTube でこうベラベラと喋ったりとか、ギターを弾いたりとか、なんか巡業とかイベントでなんかこうワーッとなったりとか、そのライブでワーッとなったりとかして、なんかこうかっこいいなとか、憧れるなとかって思ってくださっているかもわかりません。けれども、いきなり目をぶっ壊すようで申し訳ないんですが、このバカって蓋を開けてみると、すんげえカツカツなんですよ。すんげえカツカツです。もうさっきも言った通り、もう本当にいつ切れるかわからないロープで、いつ落ちるかわからないような綱渡りをずっと一人で十何年間続けているようなイメージです。ぶっちゃけすげえしんどいし、すげえ大変です。で、こんな思いを皆さんにしてほしいかっていう話になってくると、絶対してほしくないですよ。もうこんな思いをするのはやめた方がいいです。もう悪いこと言わないからやめた方がいいです。こんな思いをしなくて済むなら、しない方がいいと思います。リスクがでかすぎるといえば分かりやすいですからね。リスクがでかすぎる。滝沢ギター .com っていうこの会社みたいなのがあるんですよ。まあ、会社じゃないんですけど、会社みたいなのがあって、その従業員は滝沢勝成だけです。で、滝沢勝成がね、あれこれあれこれ、わーってやって、そのいろんなミッションをやっていくんですけれども、もしこの滝沢勝成が1週間インフルエンザでお休みになりますとなったときに、このミッション誰がやるのって話になるんですよ。もちろん誰もできる人はいないですし、やる人はいないですし、誰も来てくれる人もいないです。なので、この滝沢ギター .com とその付き合いのあるお店さんとか会社さんとか、アフタービートも、ね、一つ その契約形態なので、アフタービートにもめちゃめちゃ迷惑をかけますし、生徒さんにも迷惑をかけますし、こういう動画をいつも楽しみにしてくださっている皆様に対しても迷惑をかけるわけです。まあ、1週間インフルエンザで休むぐらいだったら全然リカバリーできると思うんですけども、1ヶ月は正直かなりしんどいです。なんかこうね、怪我してしまって1ヶ月入院しますとか、なんか指を怪我してしまってギターを弾けませんみたいなのが2ヶ月続きます。めちゃめちゃしんどいです。大きな事故に巻き込まれてしまって、半年間入院生活をしなければいけません。なんていう話になったら、まあ、本当に言葉通り僕の人生は破滅です。もう今まで築き上げたものはほぼ終わりって感じですね。もうゼロからスタートしなければいけないっていうぐらいにリスクはでかいです。半年間、例えばですけども、半年間入院生活を続けたとするじゃないですか。で、その間にそのお金の収入もほぼほぼゼロになるわけですよ。で、退院して、じゃあ教室今日から復帰できますよみたいな感じで、その6ヶ月間お休みがあった後に、その生徒さんがまた戻ってきてくれるかっていうと、3分の1戻ってきてくれれば万々歳だと思うんですよね。もうほぼほぼやり直しからスタートなんですよ。もうどうしようか分かんないぐらいにもうね、もう人生破滅って感じです。もうほぼほぼゼロからスタートって感じです。その点、その勤め人の方が楽だとか簡単だとか言ってるわけじゃないですよ。でもやっぱりその組織はね、強いです。例えばですけれども、皆さんがそのちゃんと勉強して、学校に入って、ちゃんと就職活動して、ちゃんと就職をして、ね、勤め人になって、何かこうお仕事をするときに、例えば10人で1つのプロジェクトを遂行することになったとしましょう。1つのプロジェクトを10人のチームでやりますと。で、その中の誰か1人が病気で1ヶ月入院することになりましたと。1人欠けてしまった。で、この残った9人でもちろん1人分の穴埋めをするのは大変ですし、簡単なことではないですけれども、皆さんでその、ね、力を合わせて1人分の穴埋めをすることは可能だと思います。これが組織の力です。で、この入院をしてしまっている1人の方に対しても、会社から収入がゼロになるってことはまずないですよね。ちゃんと雇用形態が結ばれているならば、お給料も出ますし、何か手当が出るかもしれませんし、何か保険金が下りるかもわからないです。とにかく、まあ、食いっぱぐれるってことがまずないんですよ。わかります?その点、僕が半年間入院しました、1ヶ月間入院しました、まあ、何ヶ月も別に構わないですけども、まあ、とにかくその体を壊して動けないとなったときに、僕の収入というのはほぼほぼゼロになるわけです。もちろん保険とか、ありますけれども、まあ、仮にその生命保険とかに加入していれば、ね、お金の問題はまあいいかもしれないですね。けどさっきみたいにその、ね、半年間入院生活を続けて、その退院した後に生徒さんが戻ってきてくれるかというと、まあ戻ってきてくれないと思うので、ほぼほぼもうやり直しです。
このディスクがあまりにもでかすぎるんですよ。で、まあ、ちょっとさっきその音楽で食べていくためにはみたいな話をしましたけども、まあ、音楽業界といってもね、そのいろんな仕事があるから、まあ、こういった個人事業だけじゃないですよ。一つの例として、そのいわゆる大手の楽器店に就職をして、楽器屋さんの店員さんとして、社員として働くというのは全然 OK なんです。他にもその大手 の, この音楽教室とかギター教室とかに就職をして、社員さんとして働くのは全然 OK なんです。ただ、その対象として、対局として、僕みたいにこの一人でこうフラフラするような授業のスタイルはマジでお勧めしないという話なんですよ。こんな綱渡りみたいな生活はね、本当に、そうですね、ちょっとまあその自分でその、ね、卑下するのもあれですけども、なんかやめてた方がいいと思います。こんな思いをしてほしくないという感じですね。なんとなく見えますでしょうか。でそのこういったいろんな授業をする中で、その僕が一番しんどい話、僕が一番辛い経験の話をちょっくらさせていただきますと、なんかさっきからすごい暗くて申し訳ないです。暗い話が多くて。自分みたいなスタイルの仕事って、その0から1を作っていかなきゃいけないんですよ。そのアルバイトとか見たく、その何時にそのどこどこに行って、でそこにそのある仕事をこなしてじゃなくて、何もない状態からスタートして、その仕事を作っていかなきゃいけないんです。そのギターの先生になるためにはっていう動画のどこかのコメントにあったんですけれども、なんか僕みたいなサラリーマンはそういう能動的に動くのは無理だなと、そういうコメントがありました。まあ、価値観はそれぞれなんで、まあ、何とも言えないですけれども、確かにこの能動的に動くことが難しい方にとってはかなり厳しい世界だと思います。四六時中どこにいても何をしてても、俺にできることねえかな、面白いことできねえかなと、こんなことしたら面白いんじゃないかな、あんなことしたら面白いんじゃないかなと、常日頃と考えないとダメなんですよ。常日頃と考えないとダメだと。アルバイトみたく時間通りに行けば仕事があって、それをやればいいという話じゃなくて、何もない状態からスタートするんです。この動画とかもそうですよね。別に誰かからこういう動画を作ってくれとか喋ってくれって頼まれたわけじゃないです。単純にその自分の中のアイデアの一環として、こういうのをやったら面白いんじゃないかなという感じで今撮影をしているわけなんですけれども、こんな感じで何もない状態からその作っていくという作業がメインになってくるんです。で、この作業って、なんて言うんでしょう、その用意された仕事をするのが楽って言ってるわけじゃないですよ。楽って言ってるわけじゃないんですけれども、なんかこうね、疲れる種類が違うっていうんですかね、気力をめちゃめちゃ消耗するんですよ。気力をめちゃめちゃ消耗します。イメージとして、そのアルバイトみたく、その何時にどこどこに行って、何年の仕事をしてみたいなのは、その時間通りにそこのお店に行けば、ちゃんとお花がすでに置いてあって、で、そのお花をこうこうこうしてね、こうこうこうしてねという指示があるから、それ通りにやればいいという感じのイメージです。行けばお花があって、それを加工して、その商品にしていけばいいという感じです。で、僕が言っているその0から1にするという作業に関しては、心の中のお花畑からお花を摘んでくる作業に似ていると思うんですよ。もう手元にもう最初から花はないんです。でも花畑はあるんですよ。で、その花畑のところに行って、その、ね、お花をバチコーンと抜いて、で、それを加工して、誰かにあげたりとか、サービスを作ったりとか、物を作ったりとかしているわけなんですけれども、何もない状態からスタートして、花はバチコーンと摘んでいるイメージです。で、そのバチコン、バチコン、バチコン、バチコンって積んでいけば、もちろんお花畑に花がないときも生まれるわけなんですよ。あれ、ちょっと花積みすぎだって、だって、その空っぽになってしまうときなんです。この瞬間がね、僕はね、本当にしんどい。本当にしんどいです。こういう YouTube 動画に関してはね、その週に1回アップロードすればいいから、あんまりこの花がなくなるってことはないんですけれども、例えばその歌詞を書くとか、曲を書くとか、そのアイデアを出さなければいけないときになって、花がないとめちゃめちゃしんどいんです。けど、そういう仕事って大体その締め切りがあったりとかするんで、ここまでにはこれを仕上げなければいけないというのがあったりとかするんですよ。けど、もうどう入っても、どんな努力をしても、もうどんだけ時間をかけても、ないものはないっていう時がやっぱあるんですよね。それがね、本当にしんどいです。で、そのないものはないけれども、出さなければいけないから、もうしょうがないから、もう一生懸命こう探すわけなんですよ。で、その中にあるね、本当にもうちっちゃい花びらだけをこうね、あ、見つけたみたいな感じで、もう時間かけてやっと見つけたっつってこう出しても、もちろん評価としては低いわけなんですよね。で、そこでそのやる気あるのがだだんたらかんたらって話になったりとかするときもあるんですけれども、こっちだって別にやる気がないわけじゃないんです。時間かけてますし、ちゃんと頑張ってるつもりなんですけども、ないものはないんですよ。これがね、僕の中で、ね、一番しんどい瞬間って感じですね。なんかわかりますでしょうか。この辺のそのバランスがすごい上手い人っていうのは、そのお花を摘むタイミングとか、育てるタイミングとか、うまく調整して、ね、いい感じの状態をこうキープすることができるんですけども、自分の場合はそれがすごい不器用というか、苦手なので、気がついたらお花畑に花がないという状況がすごいよくあります。で、この状態は本当ね、言葉では言えない辛さ
ですね、すごいしんどい、なんか本当に心が折れるというか、本当にもうへこむ。もう別にやる気がないわけじゃないんだけど、本当にどうしようもないときがあるんですよ。どうしようもないです。花がないから。あの瞬間が、ね、僕としては、ね、すごい辛いですね。もうこの気持ちは、ね、本当に皆さんに味わってほしくないと思うんですけれども、なんかこう伝わりますでしょうか。もうすごいもう暗い話が多くて、もう大変に申し訳ございません。そんな感じで、アイデアが枯渇したりとかするときがです、ね、僕はもう本当にしんどいなって感じですね。でもこんな話をするとなんか、ね、じゃあ武田さんなんか、ね、勤め人に憧れているんだったらなんか、ね、今から勤め人になればいいじゃんとか思ったりするかもしれないんですけども、まあ、僕が今から勤め人になる。滝沢克成、33歳。学歴、高卒、職歴、なし。職歴、なし。なし。無。職歴、無。ですよ。どうすんだっていうね。どうすんだっていうね。まあ、僕はそのもし仮にその本気で転職を考えたならば、ちゃんと勉強して資格取ったり、勉強してその資格取ったり、資格じゃないか、免許か取ったりとかして、ちゃんと就活も頑張って、就職活動も頑張って、その会社に入れる自信はありますけれども、今からそれをやるリスク、労力、お金、時間とかを考えると、ちょっと現実的じゃねえなって話なんですよね。で、その多分僕は勤め人になったら途中で嫌になっちゃうと思います。仕事を与えられて与えられてっていうのがね、多分ストレスになっちゃって、ああ、もうこの仕事をやりたくないっつってな、こうなってしまうと思うんで、もうこの10年の、十何年かの間にこういう性格に育ってしまったから、今からはまあ、何かと無理かなっていう感じですね。なんでまあ、そのないものねだりっていうところもまあ、少なからずあると思うんですけれども、これはね、その僕の話じゃないですからね、僕自身の話じゃなくて、皆さんの話ですからね。今からその音楽系の仕事を目指して、それでご飯食べていけるように頑張ろうとしてますと、どうしたらいいですかっていう方に対して、いや、こっちじゃなくてあっちの方が絶対いいから、向こう行っとけっていう、悪いこと言わねえからあっち行っとけっていう話です。で、そこで、まあね、わかりましたって、そっち側に行くんだったら、それはそれでいいんですけれども、まあ、それでもこっち側に行きたいっつうんだったら、まあ、努力しろっていう話になります。まあ、勉強しろ、努力しろと。本当にもう皆さんが思っている自分の中でこんだけ努力したらいいんじゃねえかなっていう量の10倍はしなきゃダメです。10倍。こんぐらいやっとけばいいんじゃねえかなっていう10倍はやらなきゃダメです。そのぐらいの覚悟を持って、やるんだったらやると決めていただきたいなという感じでございます。でも本当に何度も言いますけども、悪いこと言わないからやめた方がいいです。向こう側にいた方がいいなと。そういう話でございます。とりあえず止めましたからね。止めましたからね。やめた方がいいぜって言いましたからね。あとはもう責任もだねえぜっていう。なんかそういう話なわけです。なんか暗い話で申し訳ないです。暗い話で申し訳ないです。そうですね。ちょっとまあ今回言おうと思ってたことはそんな感じでございます。音楽を志す方に対してメッセージを言うとしたらばやめとけと。で、生ハガの気持ちでやるんだったらやめといた方がいいし、やるんだとなれば、まあちゃんと腹を据えて覚悟を決めてやってほしいという感じでございます。でもね、ちゃんとこう就職した方がね、その親御さんもちゃんと喜びますよ。皆さんの親御さんも喜びます。安心します。変な話、そんな結婚するってなってね、そんな、お相手の方も安心すると思いますし、お相手の方のご両親とかもね、そっちの方が絶対喜びますし、安心しますよ。そっちの方がね、トータルで幸せです。ないものねだりではなくて、本当にもう単純に比べて、思います。比べて。ちょっと暗い話が多かったので、最後にちょっとこうね、明るい話というか、ちょっと変な話をして終わりにしようかなと思います。デメリットばっかり言っちゃいましたけども、まあ、メリットももちろんありますよ、メリット。こういうギター講師を中心とした個人事業をやるメリット、あります。それはやっぱりその、ね、平たく言うと楽しいということです。なんかすごいやりがいがあるというか、楽しいというか。ちょっくら、滝沢克成の週間スケジュール発表会、イエーイをやってみたいと思います。滝沢克成の1週間を皆さんに発表させていただきます。こんな生活をしてるぜと、滝沢克成の1週間はこんなんだぜ、先に言っておきますけれども、すげえぜ、壮絶だよ、すげえな、半端ねえなってなりますよ。半端ねえよ、滝沢克成の1週間は。僕は基本的にその祝日関係なく、本当に曜日で動いているので、完璧に曜日でスケジュールが決まっております。大体毎日毎日朝は遅いので、朝9時ぐらいに起きる生活って感じですね。9時に起きます。で、月曜日は、レッスンの日なので、11時から20時。遅いと夜10時までレッスンをしているような感じです。で、月木金日に関しては教室の稼働日なので、
11時から20時まで稼働しております。遅いときはね、ちょっと10時まで伸びたりとかするんですけども、まあ、基本的に夜8時まで。って感じ。いや、半々だな。半々です。半々。10時まで。という感じです。こうやってパッと見るとね、まあ、なんて楽なやつなんだって感じですよね。週に4日稼働すればいいのかと。この3日間遊んでんのかって話になるんですけども、何言ってんすか。こっからが本番なんですよ。こっからが本番なんです。火曜日。基本的に歌イストで1日潰れます。1日使って撮影したりとか、動画作ったりとか、レコーディングしたりとかして、歌イストの作業で、まあ、ほぼほぼ1日終わります。で、水曜日と土曜日がその他のミッションをやる日って感じなんですけれども、この辺がね、本番です。週の中で一番の頑張りどころって感じです。ここでどんだけの作業量をこなせるかで人生が変わってくるレベルのあれでございます。まあ、単純にこういう動画撮影したりとか編集したりとかもありますし、レコーディングした音源をミックスしたりとか動画編集をしたりとかもありますし、何かグッズを作ったり、フライヤーを作ったり、これからのスケジュールを考えたりとか、打ち合わせとかもありますし、どっかの挨拶回りとかもありますし、まあ、何かイベントで参加したりという感じで、もうね、もうひたすらこう、ここの中にガッと詰め込んでいるような感じです。週に2回、この他のことをやるデーがあるんですけれども、正直言うと、この週に2日じゃ足んないです。週に2日、もうバババッつって、もうね、ひたすらフルでやってたとしても全然足んないんで、この朝の時間にやったりとか、夜の時間にやったりとかして、なんとかしてこうね、帳尻合わせるような感じでございます。欲を言えば週に3、4はこの日を増やしたいなと思ってるんですけども、まあ、現実的に今ちょっと無理だなっていう感じで、詰め詰めでやってるような感じでございます。どうでしょう、こんな感じで。で、最近の計画としてはね、その日曜日の夜はね、ここに YouTube 生放送をぶっ込もうと思っているので、YouTube 生放送はここから始まるかもわかりません。で、今週の金曜日から、夜、ここの空いている時間でステレオキッチンがリハーサル毎週入ることになるので、ここも埋まっていくことになります。で、こんな生活を続けているんですけれども、皆さんに練習しろ、練習しろと言ってしまっている手前、僕自身もやっぱり練習しております。もちろんギターの練習を。1日に少なくとも、1日に少なくとも2時間、3時間は練習するようにしているんですが、まあ、この中ですね、いつやってるんだっていう話になると、やっぱこの朝の時間とか夜の時間とかなわけですよ。もしくはそのレッスンの空きの合間とかにその練習をしているわけなんです。1日2時間、3時間は少なからずそのぐらいは弾きたい。という感じで、その隙間に、もうひたすら隙間隙間に、どんどんギター練習をぶっ込んでてるような感じでございます。どうですか、こんな毎日。YouTube の動画でも何回か面白くそのネタっぽく言ってますし、その生徒さんと話すときもよくネタっぽく言うことがあるんですけれども、僕ってその一切テレビを見ないんですよ。一切テレビ見ないんです。もう本当に一切見ないんです。ここ何年見たいんだろうっていうぐらいテレビ見たいんです。実はここにテレビあるんですけどね。実はこれ液晶テレビです。7年前ぐらいに買ったんですけど、まだこの保護フィルムを剥がしてないような使用頻度って感じです。まあ、本当に、ね、これに電気を通したのって多分、ね、数えられるくらいしかないんですけども、テレビとして使ったことは一度もなくて、パソコンのモニターとして何回か使ったことがあるかなぐらいですね。買ったはいいけども、ね、別に買わなくてよかったんじゃないかなっていうね。全然使ったことないですね。とりあえず買って、ね、なんか捨てるのも忍びないから、とりあえずここに置いたんですけども、まあ、ここ数年は電源入れてないでしょうねっていう、そういう代物でございます。テレビ。で、そのテレビを見ないっていうとね、なんかすごいストイックな人って、なんか皆さんからね、よく言われるんですけども、そういうわけじゃねえんですよ。単純にこの中にそのね、テレビを見るっていう要素を盛り込む、ぶっ込むとこがねえっていうのもありますし、そのテレビを見るっていう要素をぶっ込むよりも、やらなきゃいけないことの方が多すぎて、そのね、隙間がないんですよ。別にストイックにやってるわけじゃないんで、それよりもやらなきゃいけないことが多いんですよ。なんで、その僕の生活からテレビっていうのもね、速攻排除されて、もう全く入り込む余地なし。という感じでございます。別にストイックなわけじゃないんです。それをやらなきゃいけないことの方が多いわけなんです。で、こんな週間スケジュールを、まあまあ何年も続けているわけですよ。どう思います?大丈夫かって感じじゃないですか。大丈夫かって言って。で、最近、歌イストでそのライブすることも多いから、1月も4本ライブやったのかな。で、3月も3本ライブあったりとかするんですけども。まあ、どっかでその歌い手のライブがあって1日潰れちゃったりとかすると、この潰れた分の埋め合わせをまたどっかにぶっ込まなきゃいけないんで、まあ大変ですよ。もう元からぎゅうぎゅうにさらにこうぎゅうぎゅうにしなきゃいけなくて、もう大変。もう大変でございます。こんな毎日です。
やりたいですか？やってみたいと思います？できると思います？大変ですよ。しんどいですよ。本当に。で、僕の教室っていうのは、その週に1回レッスンがあって、でその月に1ヶ月に4回、レッスンがあるという形なんですけれども、まあ、月曜日、毎週月曜日の何時に来るという方がいらっしゃったならば、毎月月曜日、月曜日、月曜日、月曜日という感じで月曜日に来てくださるわけなんですよ。でも、月によっては月曜日が5回ある月もあるんです。木曜日が5回ある月、金曜日が5回ある月、日曜日が5回ある月という感じで、それぞれの曜日が5回ある月というのがあるんですよ。月曜日、月曜日、月曜日、月曜日。で、この5回目の月曜日はお休みですということで、僕は教室稼働しません。で、その時に僕は何してると思います？5週目の曜日で僕がお休みの日、稼働しない日、僕は何してると思います？遊んでると思います？旅行行ってると思います？休んでると思います？何してると思います？ちょっと気づいた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、5週目の曜日をうまい具合にこうつなぎ合わせてこう連休に仕立てて、毎回巡業に出ちゃうんですよ。普段こういう YouTube とか見てくださっている方とか、ブログとかを読んでくださっている方、Twitter とかフォローしてくださっている方に会いに、北海道、仙台、宇都宮、柏、新宿、名古屋、浜松、大阪、神戸、香川、福島、広島、あと福岡、沖縄、もうそういった場所にですね、もう各地域に皆さんに会いにですね、巡業に出ちゃうんですよ。どうですか、このスケジュール。もうこんなの何年も何年も続けてますし、今年も1年こんなスケジュールで動くんです。壮絶だと思いません。何やってんだと。でもこれもね、本当に一重に、なんて言うんでしょう、僕はやっぱ楽しいからなんですよ。まあ、それぞれの、その行動というか、事業はですね、すべて楽しいから、うまくいってるんです。けど、なんて言うんでしょう、僕は本当にたまたま恵まれて、このそれぞれの要素をうまい具合に回すことができてるんですけども、本当にたまたま運が良くて、本当に環境がたまたま良くて、たまたま自分のその趣味とかもマッチしてて、うまい具合にいってるから、うまくいってるだけであって、この状況を皆さんが持ってるかどうかって考えたら、間違いなく持ってないと思うんですよ。まあ、皆さんなりのその環境とか、皆さんなりのその運とかあると思うんですけれども、めちゃめちゃ僕の場合は本当に運が良くて、それがね、今いい具合にこうバンと噛んだっていう感触があるので、誰がしもこういうことができるかっていったら、まずできないと思います。皆さんなりのその環境を生かした何かがあるはずなので、それを生かせればいいんですけれども、生かせなかったら、まあ、それは失敗になってしまうと。なんで、これができるかどうかっていう話になってくるんですけども、まあ、ほぼほぼ難しいと思います。だからやめとけっていう話をしてるんです。でも、それがうまくいけば、まあ、メリットとして、まあ、ちょっとこう自慢するわけじゃないですけども、こういう生活をすることも可能ってわけなんですよ。まあ、こういう生活、自慢できないけどね、これね、いつまでこんなの続けるんですかね。ちょっといつまで続けるんだろうって、すごい思います。まあ、どっかしらでこう打破しなきゃいけないと思うんですけどね。まあ、なんだかんだ言っても、今年、ちょっとこれをぶっ壊す予定ではあるんですけども、このルーティンをぶっ壊す予定ではあるんですけども、まあ、こんなので、今年も動くような感じでございますよ。はい。なんとなくわかりますでしょうか。で、またちょっと違う話になると、ありがたいことに、ありがたいことに、ぶっちゃけて言うと、この教室の稼働ですね、この月、木、金、日、この4日間だけちゃんと稼働して、ちゃんと頑張れば、別にそこそこ、質素な暮らしながらも、そこそこ生活していけるんです。そこそこ生活していけるんです、実は。でも、リスク分散のために、いろんな事業に手を出しているという感じなんですよね、リスク分散。まあ、簡単に言うと、その生徒さんがすごいね、バーッと減ってしまっても、その他の仕事があるから大丈夫っていうためにやってるわけなんですよ。この4日間稼働していれば安泰だっつってずっとやってたとして、そのね、もし生徒さんが減ってしまったときにさ、ああ、どうしよう、どうしよう、どうしようって、そこで焦るんではなくて、減ってしまったとしても大丈夫なように常に考えているから、考えるためにこういうぶっ込むような内容になってしまっているわけなんです。例えば、こういう YouTube の動画に関してもそうですよね。もしその生徒さんが減ってしまって、こちらのそのね、収入がガッと落ちてしまったとしても、YouTube の方のパイを広げておいて、その視聴数とかその、ね、ファンの数とかを、ね、底上げしておけば、まあ、こっち側でその事業を展開することもできると思うので、リスク分散としてこっちも育てる必要があると。で、こっちの育てている、
そのコンテンツの方も、まあまあ、正直 YouTube のチャンネルって結構その下火というか、なんていうかその下がってきているんです、成長率として。で、その成長率が下がっている中で、その打破する一環として、あの年末年始にそのアップロードした初めてのドラムレッスンの動画だったりとか、ちょっと毛色を変えたこの間 の, そのギター教室の先生になるためにやっている動画だったりとかしたんですけれども、まあ、結果的に、あの僕としては結果的にあれは、あの結局打破する解決策にならなかったので失敗だなと思っているんですけれども、でもその中でそのたまたまやってみたその YouTube 生放送ですね、ここのコンテンツ、ちょっとたまたまちょっとぴょっとやってみたら、あのすごい反応数になって、これもしかしたらアフタービートギターチャンネルのこのねしもびみたいなその打破する解決策になるかもしれないということで、そのリスク分散の一つのコンテンツを育てるという一環で、毎週日曜日の夜、この空いている時間にその YouTube 生放送するという計画を立てたりとかするわけなんです。で、この歌い層に関しても、まあ、なんて言うんでしょう。ありがたいことに、その授業の一環として、まあ、割とうまくいっている方です。そのグッズの収益とか、そのライブの収益とかもありますし、あの単純にその活動のね、あの指針として、そのいい具合にあの活動できております。でも、まあ、もしその歌い層がダメになったとしても、こっち側でそのうまい具合になんとかすると。もしその教室とか YouTube がダメになっても、歌い層でなんとかすると。という感じで、そのどれかがダメになっても、どれかで何とかする、どれかがダメになっても、どれかで何とかするという感じで、そのリスク分散のために動こうとすると、こういうバツバツなスケジュールになるという感じでございます。すげえ長いな、この動画。そんなバツバツなスケジュールになるという感じでございます。なんとなく参考になりますでしょうか。ならないですよね。ならないですね。参考にはならないですね。まあ、ちょっとこういう生活をしているよという、ちょっとおまけ話でございました。で、さっきから、なんか不安があるとか、ね、その将来に対して不安だとか、そのなんかね、税金が安い、高いとか、なんかね、その国庫がなんだらかんだという話をしましたけれども、皆さんにはそのやめといた方がいいよって言いますけれども、なんで僕はこの仕事をまだ続けられているのかっていうのは、皆さんちょっと疑問にあると思うんですけれども、なんで僕はやめた方がいいとかね、そのダメだとかって言っている中でも僕はやるのかっていうと、正直に言うと、僕は僕自身に対してめちゃめちゃ自信があるんですよ。そのうぬぼれとかではなくて、僕自身はめちゃめちゃ自分に自信があるんです。ギターを練習する量とか、その音楽理論を勉強する量とかももちろんありますし、そういうバックボーン、つまり努力ですね。その努力したものがちゃんとあるから、自分は大丈夫だという自信があるんですよ。他にもその YouTube とか Twitter とかにあんま書かないですけれども、そのいわゆるこの動画とかをその広げるためにそのどうしたらいいかって、その戦略の本とかもめちゃめちゃ読んでますし、マーケティング的な本とかもめちゃめちゃ読んでめっちゃ勉強してます。で、この普段何も考えずに喋ってるような感じがするかもしれないですけども、こういうパブリックスピーキングに関してはめちゃめちゃ勉強しますし、めちゃめちゃ練習してます。もう TED.com とかもめちゃめちゃ見てますし、そのスクリプトとか、ね、その研究したりとかして、喋るってことに対してはめちゃめちゃ研究してますし、本当に練習してます。で、他にもその、まあ、いろいろこう、ね、ちょっと言えないこともあったりとかするんですけども、例えば、こういうのとか買いやすいですね。こういうのとか。これ僕が自分で作ったオリジナルアルバム の, そのスコアなんですけれども、イラレとかフォトショーとかの使い方をめっちゃ勉強して、自分でこういう楽譜を起こしてデータを作れるようになってるんですよ。で、これ、本当にもう全部自分でやってます。この製本っていうんですかね、デザインっていうんですかね、もうこういうのも全部自分でやってます。これもまあめちゃめちゃ努力して、めちゃめちゃ練習して、めちゃめちゃ本を読んだ上のその産物って感じですね。こういうお配りしてるピックとかもそうですね。もういられフォトショーが、使えるようになったり、今こういうのもね、自由自在に作れるようになったので、まあ、これも僕の一つの強みって感じなんですけども、こういったものをね、そのバックボーンとして持ってるから、僕はもう自分自身に対してめちゃめちゃ自信があるんですよ。で、なんていうのかな、何か物事を成し遂げよう、何か物事をやろうと思ったときに、多くの方はこれをやるためには何をすればいいかなって感じで迷うみたいなんですよね。で、いろんな方と話をしたりとか、いろんなブログを書いたりとかして、そのコメントをもらうときに気づいたことがあるんですけれども、何かをやろうと思ったとき、なんか僕はこれを成し遂げるためにはこれやればいいな、あれやればいいな、それやればいいなっていう感じで要素を考えるんですけれども、これがどうもうまいっぽいんですよね。他の方々はこのバーッとゴールを見たときに、どうすればいいんだろうって迷うかもしれないんですけども、自分はもうすぐこれを成し遂げるためには、これが必要だ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 って感じで、要素をまず考えるんですよ。何が必要なのかと。
で、その何が必要なのかという要素を見定められたならば、それをこの練習したり勉強する労力がすごい尋常じゃねえつうか、なんつうか果てしなく夢中になれるです。これが必要だって感じたならば、本当にずっとそれをやってられるんですよ。言葉通り、もう飲まず食わず、お風呂に入ることも忘れて、食べることも忘れて、寝ることも忘れて、ぶっ続けて18時間勉強とか余裕でできるタイプなんですよ。これ絶対必要だってなったならば、あ、これやった方がいいわってなったならば、もういくらでも勉強したり練習したりとかできるんです。本当もう言葉通り18時間とかもぶっ続けて、何か練習したりとか、パソコン作業したりとか、何か物を作ったりとかしていることは割とよくある話です。そんな感じで、これが必要だ、あれが必要だ、それが必要だって感じで、その物事を見据えて、でそれをこう、ね、バババババってやったときに、その何かがそこでバーン、そこにそのビルみたいなのが出来上がると。どうやらこの作業が僕得意っぽいんですよね。なんで、そのギターもそうですし、こういうマーケティング的なこともそうですし、こういうデザイン的なこともそうですし、他のことといえば、歌詞を書くとか曲を書くとかいろいろあったりとかするんですけども、そのバックボーンみたいなのが半端ねえんで、その何やってもうまくいくっていう、その絶対的な自信が僕はあるんですよ。なので、ちょっとこう隣の芝生は青いみたいな感じでいろんな話をしましたけども、僕自身の話じゃないんですよね。その僕自身は別に今のままで十分幸せ。ですし、十分やりがい感じますし、僕はこれでいいんです。ただ、他の方々がこんだけ自分に自信を持つことができるだろうかって考えたら、多分難しいと思うんですよ。そんだけ自分に自信を持てる人になれるんだったならば、またちょっと話は変わってくると思うんですけれども、そんだけ努力ができる人ならば話は変わってくるんですけれども、できますか？一つのことを18時間ぶっ続けて勉強したり練習したりとか。でそういうのはその、ね、1年に1回とかしないですよ。1週間に1回とか、下手したら毎日3日連続とかでやったりとかするんです。そのくらいの集中力を皆さん持っているかという話ですね。ちょっとこの辺は僕の強みっぽいので、自信を持って、これは俺の強みだぜなんていう話をさせていただいているんですけれども、どうやらこの辺が僕の強みっぽいんですよね。そんな感じでございます。すげえ変な話ですけど、僕はすげえ怪我してしまって、腕とか指とか怪我してしまって、ギター弾けない体になってしまったと。考えるだけでも悲しいなって感じですけども、仮にそうなったとするじゃないですか。で、そのギター弾けない人生だとなったときに、もちろんその、ね、すげえショックは大きいんですけども、食いっぱぐれない自信はめちゃめちゃありますね。その腕が使えないとか指が使えないなりに、その仕事を作る自信はすごくありますし、それでなんとかうまくやれる自信もすごくあります。そんな感じで、僕はとにかく自分自身がたくさんあって、こんなことをしているよという感じでございました。これを、憧れられるとちょっとね、どうなのかなって感じはするんですけどね。そんな感じでございます。ちょっと変な話になってしまいましたけども、楽しく聞いていただけたならば、これ幸いでございます。ちょっと暗い話が多くなりましたけれども、最後は、こんな僕自身の話をして、楽しかったのかな、面白いのかな、ちょっとわからないですけど、そんな感じで終わりにしようかなと思います。次の動画はね、ちょっとこの明るい話題で楽しく、お話をさせていただきたいなと思いますので、よかったらそちらも楽しみにしておいてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。